6章と7章は生贄に関する定めを示しています。実際、生贄の定めは祭司と生贄の中での祭司たちの特別な役割と祭司たちの分け前に関係があります。この定めは神様の祭壇で奉仕する祭司たちのための特別な規則と呼べるものでした。この箇所は祭司たちへの特別な指示とアロンと彼の息子たちのための命令をもって始まります。祭司たちは祭壇で奉仕していたので、全焼の生贄の祭壇で捧げられるすべての捧げ物に関わっていました。このすべては私たちの偉大な大祭司であるキリストが奉仕される天国の現実の影にしか過ぎません。あなたと私のために天に大祭司、つまりキリストがおられて、これ以上ないほど忙しくしておられます。主が神の右の座に疲れた、座られたというのは、贖いが完成したことを意味します。主イエスは疲れても何もしたくないので座られたのではありません。主は忙しいのです。主はこの地上で私たちを救うために死なれました。そして私たちの救いを保つために神様の右の座で生きておられるのです。あなたも私も主と連絡を取り続けるべきです。これは現実です。霊的なことです。今日の問題は私たちが生きておられるキリストにすっかりご無沙汰していることにあります。もう主は私たちの現実ではなくなってしまっているのです。レビ記6章1から7節。ついで主はモーセに告げて仰せられた。人が主に対して罪を犯し、不実なことを行うなら、すなわち預かり物や担保の物、あるいはかすめた物について隣人を欺いたり、隣人を揺すったり、あるいは落とし物を見つけながら欺くなど、人が行って罪を犯すことになる、など、どれかの一つについて偽りの誓いをする場合、この人が罪を犯し、後で咎を覚える場合、そのかすめた品や脅迫して譲り取った物、自分に託された預かり物、見つけた落とし物、あるいはそれについて偽って誓った物、全部を返さなければならない。元の物を償い、またこれに5分の1を加えなければならない。彼は咎を覚えるとき、その元の所有者にこれを返さなければならない。この人は主への財貨のための生贄を、その評価により、羊の群れから傷のないお羊一頭を、財貨のための生贄として祭司のところに連れてこなければならない。祭司は主の前で彼のために贖いをする。彼が行って咎を覚えるようになる。どのことについても許される。再度申し上げますが、ここに挙げられている罪はもっと長いリストの中からのいくつかの例にしか過ぎません。それらは毎日の出来事の中で犯される隣人に対しての罪です。隣人に対する罪は神様に対する罪であることが示されています。ここにはいくつかの特定の罪、借りたものについて欺くことや預かり物に関する責任が書かれています。かすめたものとは、アハブがナボテのブドウ畑を奪ったように力ずくの取引のことです。隣人を欺くとは、なくしたものを見つけたことをその人に報告しないで嘘をつくことを意味します。ここでもまた賠償は5分の1の罰則を追加して払わなければならないことが書かれています。財貨のための生贄は一人一人のイスラエル人の霊的な生活にとって極めて重要なものでした。罪の意識によってイエス様は魂のために尊い方となります。レビ記6章8から9節。ついで主はモーセに告げて仰せられた。アロンとその子らに命じて言え。全焼の生贄の教えは次の通りである。全焼の生贄そのものは一晩中朝まで祭壇の上の炉床にあるようにし、祭壇の火はそこで燃え続けさせなければならない。イスラエル人たちが荒野を行進している時以外、幕屋が建てられている間は祭壇の火は常に燃え続けていなければなりませんでした。全焼の生贄は祭壇に一晩中残され、生贄全体が焼き尽くされるように火が燃やされ続けていました。このことはキリストが常に聖別されていることを語っています。次のように言うことができたのは主イエスだけでした。ヨハネの福音書8章29節。私がいつもその御心にかなうことが行うからです。御心にかなうことを行うからです。私たちが自分自身を生きた備え物として神様に捧げなければならないという事実を物語っています。私はどうも祭壇によじ登って祭壇が熱くなると降りてしまいます。あなたがどうかは私にはわかりませんが、たくさんの人たちが私と同じことをしているのを見かけます。私はいつでも神様を喜ばせることをしていると言えたらなと思います。主イエスはそういうことができますが、私にはできません。今日の一人一人信者にとってチャレンジがあります。なぜなら神様はご自分の子供たちが続けて従順でいることを喜ばれるからです。今日主に属しているなら、つまり救われているなら、あなたも私も心と人生を主にお捧げする必要があります。神様は私たちがただ虚しく実質のない信仰告白をすることを禁じられます。神様が私たちに望んでおられることは何でしょう？ヨハネの福音書6章29節。あなた方が神を使わしたものを信じること、それが神の技です。レビ記6章10から11節。祭司は天布の衣を着なさい。また天布の桃引きをその身に履かなければならない。そして祭壇の上で火が焼き尽くした全焼の生贄の脂肪の灰を取り出し、祭壇のそばに置きなさい。祭司はその装束を脱ぎ、別の装束をつけて脂肪の灰を宿営の外の清いところに持ち出しなさい。神様は祭司が着なければならない装束の詳細まで指示を与えられます。祭司はすべての祭司たちに共通の長服をつけるだけでなく、桃引きをつけなければ着なければなりませんでした。
肉は完全に覆わなければならなかったからです。神様は肉の行いは受け入れることができないことを教えておられます。祭司は灰を取り除いた時に着ていた装束を脱ぎ、新しい装束に着替えました。このことは罪がどれほど徹底的に汚染するものであるかを続けて思い出させるものです。祭壇の灰は罪の裁きを主に語りますが、灰でさえも汚染されているのです。灰は外の清いところに持っていかなければなりませんでした。罪の汚れの何という描写でしょう。レビ記6章12から13節。祭壇の火はそのまま燃え続けさせ、それを消してはならない。かえって祭司は朝ごとにその上に焚き木をくべ、その上に全焼の生贄を整え、和解の生贄の脂肪をその上で焼いて煙にしなさい。火は絶えず祭壇の上で燃え続けさせなければならない。消してはならない。火を燃え続けさせなければならないことがもう一度書かれています。同じことが13節にもう一度繰り返されます。朝、新しい焚き木がくべられ、祝英聖全体のための全焼の生贄が整えられなければなりませんでした。これは朝の生贄でした。その後、和解の生贄が全焼の生贄の上で焼かれました。祭壇の火が絶えず燃やされていることは、神様の火が絶えず燃えていることを私たちに思い起こさなければなりません。イエス・キリストを拒む者には、これは神様の怒りの火です。ヨハネの福音書3章36節。御子を信じる者は永遠の命を持つが、御子に聞き従わない者は命を見ることがなく、神の怒りがその上に留まる。レビ記6章14から15節。穀物の捧げ物の教えは次の通りである。アロンの子らは祭壇の前でそれを主の前に捧げなさい。すなわちその中から穀物の捧げ物の一つかみの小麦粉と油を取り出し、穀物の捧げ物の上の乳香全部と一緒に、この記念の部分を主へのなだめの香りとして祭壇の上で焼いて煙にしなさい。この指示も祭司のためのものです。生贄を捧げる人は祭壇の前に立って神様の前に喜ぶ礼拝者です。祭司がその人のために捧げ物をするのです。レビ記6章16から17節。その残った分はアロンとその子らが食べることができる。それを聖なるところで種を入れないパンにして食べなければならない。それを会見の天幕の庭で食べなければならない。これにパン種を入れて焼いてはならない。私はそれを火による捧げ物のうちから彼らの分け前として与えた。それは罪のための生贄や罪禍のための生贄と同じように最も聖なるものである。種を入れないパンにして食べなければならないは、70人訳では種を入れないで食べなければならないとなっています。パンを食べた聖なるところとは明らかに幕屋の外庭でした。そこが聖なるところであるのは神様がそこにおられたからです。神様がおられるところはどこでも聖なるところになります。モーセの立っている場所は聖なる地であるから靴を脱げと言われたことを思い出してください。出エジプト記3章5節3章。そしてペテロは変貌の時に自分たちが聖なる山で主イエスと共にいたことを語っています。第2ペテロ1章18節。レビ記6章18節、アロンの子らのうち、男子だけがそれを食べることができる。これは主への火による捧げ物のうちからあなた方が代々受け取る永遠の分け前である。それに触れる者は皆聖なる者となる。すべての信者が主の聖なる人間性の美しさと永遠の喜びに預かることができます。あなたも私も主にあってもっと喜ぶ必要があります。レビ記6章19から23節。ついで主はモーセに告げて仰せられた。アロンとその子らがその油注がれる日に主に捧げる捧げ物は次の通りである。小麦粉10分の1エパをジョークの穀物の捧げ物とする。半分は朝、他の半分は夕方の分である。それを油でよくこねて平鍋の上で作らなければならない。それを粉々にした焼いた穀物の捧げ物として持って入らなければならない。主へのなだめの香りとして捧げなければならない。さらに彼の子らのうち油注がれて彼の後を継ぐ祭司はこのことをしなければならない。永遠の定めによって、それを主のために完全に焼いて煙にしなければならない。このように、祭司の穀物の捧げ物はすべて全焼の捧げ物としなければならない。これを食べてはならない。祭司たちは穀物の捧げ物を食べなければならないだけでなく、その十分の一を捧げなければなりませんでした。十分の一を受け取る祭司たちも、順繰りにその十分の一を捧げなければならなかったのです。十分の一のすべてが捧げられなければなりませんでした。祭司も受けるだけでなく、捧げるべきでした。今日の聖職者たちも、回収のために捧げることの手本を示さなければなりません。献金の受け皿は、教会のスタッフが壇上に座っていたとしても、彼らにも回されるべきです。私たちすべてが捧げることに参加するべきなのです。レビ記6章24から25節。ついで主はモーセに告げて仰せられた。アロンとその子らに告げて言え。罪のための生贄に関する教えは次の通りである。罪のための生贄は全焼の生贄がほふられる場所、主の前でほふられなければならない。これは最も聖なるものである。罪のための生贄は全焼の生贄と同じ場所で捧げられました。どちらもキリストを示しています。レビ記6章26から27節。罪のための生贄を捧げる祭司はそれを食べなければならない。それは聖なるところ、会見の天幕の庭で食べなければならない。その肉に触れる者は皆聖なるものとなる。また、その血が少しでも着物の上に跳ねかかった時には、あなたはその跳ねかかったものを聖なるところで洗わなければならない。罪のための生贄は聖なるものでした。あなたはキリストが十字架上で詩篇22篇の言葉を持って神様に叫んだことを覚えておられるでしょう。
詩編22編1から3節。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか？遠く離れて私をお救いにならないのですか？私のうめきの言葉にも、我が神、昼、私は呼びます。しかし、あなたはお答えになりません。夜も私は黙っていられません。けれども、あなたは聖であられ、イスラエルの賛美を住まいとしておられます。キリストは十字架の上で私たちのために罪とされましたが、それでも主は聖なる方でした。神様は主から遠ざかられましたが、それでも神様がキリストのうちにあって、この世界をご自身と和解させておられました。私には理解ができません。これは偉大なる神秘なのです。主は聖なる方であり、私たちの罪が主の上に負わされても、それでもまだ聖なる方です。私たちには主が十字架上で何を苦しまれたかを知ることも理解することもできません。なぜなら主は聖なる方であり、私たちはそうではないので、私たちには主の本当の苦しみがわからないからです。レビ記6章28から30節。さらにそれを煮た土の器は壊されなければならない。もしそれが聖堂の器で煮られたのであれば、その器はすり磨かれ、水で洗われなければならない。祭司たちのうち、男子は皆これを食べることができる。これは最も聖なるものである。しかし聖女での贖いをするために、その血が会見の天幕に持っていかれた罪のための生贄は食べてはならない。これは火で焼かれなければならない。器に関してまでも定めは厳密です。ご存知の通り、生贄は罪のためであり、罪は聖なることの反対です。神様はそのことに関する最終的な覚書を与えておられます。私たちは神様が私たちを罪から救い出してくださったのであって、罪を犯すために救ってくださったのではないという事実を思い起こさせていただく必要があります。これはとても大切なことです。パウロはこう書いています。ローマ人への手紙6章1から2節。それではどういうことになりますか？恵みが増し加わるために私たちは罪の中に留まるべきでしょうか？絶対にそんなことはありません。罪に対して死んだ私たちがどうしてなおもその中に生きていられるでしょう？